マコだって何お前だ言われてもさ、ちょっとあの表現がね面白かったでもね手汗すごいベタベタ手汗。そうですよ、進めないことをチェックするための、D クラスをですね皆さんにお見せいたしました。計画通り。和骨かもめさんいらっしゃい、一ゲットありがとう。たすけさん、トムクルリンさん、あっくん、ざっぱさん、イークスさん、ナインさん、8個目さん、エリックさん、10個目さん、チェンさん、トモさん、13個目さん、14個目さん、M さん、ノリーさん、シュンさん、ムサシさん、カエデさん、いらっしゃい。普通にやればバトにならないちょっと見てみたかったよ、帰宅。テクテクと。レオさん、いらっしゃい。まだ 2% だね。まあね、あそこで帰宅はないけど、そうよ、お家帰りたかったんだもん。なんだこの音は。ブイーン。四角でいいの？高速スキップってありますね。ありがとう。じゃあちょっと別の選択肢見てみようか。岡本さん、ノリトペさんいらっしゃい。チェーンメールそのまま受け取るともしかしたらあれで犠牲者を決めてるとか。あー、パピタさん、ジョナさんいらっしゃい。そうね、昆布犬はだいたい作業芸になるわな。そうか、さっきのルートのエンディング見たいもんな。若干心臓に来ましたプルってした。アコンいらっしゃい。あれ、スピードスキップが点滅した方してるからか。同じとこで行くね。千尋さんいらっしゃい。腹筋がプル腹筋がプルっとした。他にもバトルとある。じゃあ同じとこ行きます。あー気になるけどね、またやればいいか。インターネットで検索する。で、小暮さんがオタクだった。犯人はあなただと指摘した。そして出会い中になって、あーでも便利だわ、すぐ続きが見れるのいいですね。あ、本当に短い。うん、オタクだった。結局保護に持っていけばいいよね。持っていって、それでも次の話からは時々セーブを残した方が楽だと思う。はい、じゃあ続きいきましょうか。僕は慌てて探すことにした。迷っている暇はない、彼女を探さなければ。4分だったね本当だね。もし彼女の身に何かあったら、手分けして探しましょう。小暮さん、向こうお願いします。おっす。僕たちは慌てて路地を探索、捜索した。川原美雪、どこに行ったんだ。誰だ。待って、焦る僕を遮るように見知らぬ女が立ちふさがった。あの女ならこの先の廃墟ビルにいるわ。え、あなたは一体。
女は僕の問いには答えず背を向けた。あ、待って。静止する声も虚しく、女は暗闇の中へと消えていった。先輩、みゆきちゃんは見つかりましたか？女が消えていた方向からほぼ入れ違いに小暮さんが戻ってきた。あ、別ルートでわかるんだって、さっきの彼女は。すごい白かったね。小暮さん、今の女。女？みゆきちゃんでありますか？いえ、何でもありません。あの女のことが気がかりではあったが、今は川原みゆきを探すのが先決だ。女だった。この先の廃墟ビル、あの女はそう言った。何者とも知れぬ女の言葉だったが、僕は導かれるように歩みを進めた。先輩、あれを。反射的に小暮さんの指先を追いかけた。そこにはいる。川原みゆき。正確に認識できたわけではないが、彼女の口元は何かを訴えかけるように動いていた。助けて。独身術の心得はない。だが彼女の瞳がそう訴えかけている気がした。先輩。え、行きましょう。僕と小暮さんは彼女の影を追って駆け出した。ボスケテって何？ドクチビリジュドクチビリ。駆け上がること78段。息を切らせてたどり着いたのは廃墟ビルの4階だった。カビ臭いフロアを見渡すが、彼女の姿は見えない。ドクチビリジュでしょ。カビ臭いフラーを見渡すが、彼女の姿は見ない。彼女の姿を求めて僕たちは捜索を続けた。これは僕と小暮さんは測り合わせたように驚嘆の声を上げた。なんだろう、撮影のセットだろうか。怪しげに揺らめくろうそくの灯火、用途不明な器具の数々、見たことのない文字で、なんだろう、ちょめちょめちょめって塗ってる？飾られた古文書？綴られたか。黒魔術登録。真っ先に頭に浮かんだのは、ホラー映画のワンシーンに登場する黒魔術の祭壇だった。この小暮さんのピキーン笑うわ。先輩、これがみゆきちゃんの言っていた撮影現場でありましょうか。油汗を流しながら小暮さんが尋ねる。だが聞かれたところで僕が知るはずもない。それにしてもこの異常な風景には圧倒される。まるで現実感がない。中でも際立って異彩を放っている物体がある。僕は、あ、勇気一個余ってるよ。なんか使う場所あるかもしんないよね。古びた肖像画に近づいた。巨大な鉄の塊に近づいた。向こういらっしゃい。肖像画見てみよう。小暮さん、あれは何でしょう。僕は祭壇の一角に飾られた肖像画を指さした。さあ、西洋人の肖像画のようですが、美しい。だがその美しさはどこか病的だった。こちらを見つめる瞳の奥に底知れぬ狂気を宿しているような気がする。ただの撮影セットとは思えない強烈な威圧感と存在感だ。僕は蛇に睨まれたカエルのごとく身動きできず立ち尽くしていた。先輩。なんです？身動きできないのは小暮さんも同じらしい。肖像画を食い入るように見つめたまま震える声で話しかけてきた。その背後に嫌な気配を感じるのですか？
嫌な気配。オス。やだな、脅かしっこなしでよ、小暮。なしですよ、小暮さん。川原美雪じゃないんですか。わかりました。それじゃあ、せーので振り向きましょう。お、押す。じゃあ、行きますよ。はぁ、小暮さんが女のような悲鳴をあげる。いや、悲鳴をあげたのは僕だったかもしれない。獣、それは理性を忘れた獣の姿だった。そいつは肉食獣を思わせる、獰猛さで僕をめがけて飛びかかってきた。あ、鋭い爪が、両腕に食い込んでくる。振りほどこうとしても微動だにしない。汽車な見かけからは想像もつかないほどの力が加わってくる。キヒ。耳をつんぎくような奇声が響く。正気の目ではなかった。赤く燃えるような瞳、蒸気を逸した力、これが同じ人間であるとは思えなかった。先輩。小暮さんが間に入って獣の爪を引き剥がそうとする。つんぜく、つんぜく。貴様、この手を離さんか。小暮さんの土星に気をされたのか、腕を締め付ける爪が一瞬弱まった。今だ。僕は柄空きだった獣の腹部を蹴り飛ばし、ようやく爪の束縛から脱出した。かろうじて危難を逃れたが、それはあくまで一時的なもの。まだまだ目の前の脅威が去ったわけではない。先輩、こいつは一体。わかりません。ただ友好的じゃないことは確かなようです。確保しますか。ええ、できますか、小暮さん。残念ながら全く自信はありません。正直逃げ出したい心境だった。こんなわけのわからないやつを相手にしなくちゃならないなんて、僕たちの担当する事件はなんでいつもこういう展開になるんだ。しかし泣き言を言っても始まらない。覚悟を決めるしか。その時、緊張に包まれた空間に音楽が流れ出した。それは小暮さんの携帯の着信メロディーだった。こんな時に誰が。小暮さんが忌々しそうに、つぶやく。だが、それは思わぬ影響をもたらした。苦悶の表情を浮かべながら、獣がうめき声を漏らす。やめろ。なんだ、何が起こった。先輩、着信メロディーであります。こいつはこの着信メロディーを嫌っているようであります。確かに見ると獣は耳を塞ぎ苦しんでいる。小暮さん、もっと携帯を近づけて。押す。すると獣は耳を塞ぎながらもがき苦しみ始めた。どうだ、みゆきちゃんの最新曲ファントムの威力は。小暮さんが自慢げに携帯を突きつける。獣が苦しみもだえながら意味不明の言葉を吐き出す。聞いたこともない言葉だったが、それが僕たちに浴びせる呪いの言葉であることは理解できた。そして獣は次第に弱まり、ついには床に倒れ込んだ。なぜたかが着信メロディーにこれほどまでの拒絶反応を示したのか納得がいかなかった。だがそれも倒れている獣の姿を確認するまでのことだった。川原美雪。そんな、美雪ちゃん。びっくりした。あの凶暴な獣と川原美雪が同一人物。そんなバカな。よく考えるんだ。冷静に何が起こったのか考えるんだ。
ある日森の中。最後に推理ロジックを使って事件を整理しましょう。うん、これはどこまで事件の全容を把握しているかの、理解度チェックでもあります。では重要項目のいくつかをナビゲーションに沿って答えていきましょう。川原美雪の正体は、殺人鬼ですね。殺人鬼、はい。そして川原美雪と服部エリスの関係は、同一人物です。うん、その他の空欄を任意で埋めてください。すでにキーワードを入れている箇所の入れ替えもできます。空欄を埋めて事件の全体図を完成させてください。ファンですね。もうこれしかないですね、入れるものって。以上ですね。確定三角、赤津いらっしゃい。結構ふざけたのも入れても正解だったりする時もある。うん、残念ながら川原美雪の正体は殺人鬼だ。未だに信じられないが、目の前の事実は曲げられない。殺人鬼は川原美雪だったのだ。だがそうなると、なぜ彼女は殺人鬼を目撃したなどと告発してきたかという謎が残る。川原美雪はわざわざチェーンメールを使ってまで協力者を探していた。普通では考えられない。川原美雪と服部絵里さん、この二人の関係がつかめれば事件の全体像が見えてくるかもしれない。検証に、川原美雪と服部絵里さんは同一人物だと仮定しよう。問題は彼女の異常なまでの変貌ぶりだ。専門家の診断では二重人格を否定されたと川原美雪は話していた。しかし現代医学では説明できないような特殊な二重人格があり得るとしたら、当然これは推測でしかない。警察組織の中でも得意な部署に所属する刑事だからこそ口に出せるような推理だ。丸丸、同一人物じゃなかったみたい。何を入れればよかったかな。確かにまだ断定はできなかったのか。それからしばらくして川原美雪は意識を回復した。私は。美雪ちゃん大丈夫でありますか。来ないで。近づこうとした僕たちを彼女は強く拒んだ。みゆきちゃん、やっぱり私が殺人鬼だったの。もしかしたらって思ってた。でも信じたくなかったけど、なんとかして止めなくちゃって。それでチェーンメールを使って協力者を探したんやな。警部どうしてここに。意外な人物の出現に僕の声が少々裏返る。馬券買いに行った帰りに偶然通りかかってな。苦しすぎる言い訳だ。こんな場所にこんなタイミングで偶然通りかかるわけがない。そんなことよりあんた重傷みたいやな。二重人格とか幽体離脱ってわけでもなさそうやし。幽体離脱登録。あなたは。ああええから気にせんと。正常な人間がいきなり殺人鬼に変身するやなんてちょっと極端すぎるしな。どうも特殊な原因があるような気がするんやが、あんたなんぞ心当たりはないか。心当たり。例えばこの部屋や、明らかに黒魔術の儀式に使うもんや。しかも素人レベルやない。言われてみて初めて川原美雪はこの忌々しい部屋を見渡した。
彼女はある一点を酷使、凝視したまま動きを止めた。なんや、なんか思い出したのか。あの絵。こいつは。肖像画を見た警部は驚きの声を上げた。いつもふざけてばかりの警部がこれほど真剣な表情を見せるとは。警部殿、あの絵がどうかしたのでありますか。いや、なんでもない。なんぼで売れるか気になっただけ。なんだ。振り向いた警部の表情はいつもの何を考えているのかわからない顔に戻っていた。あれ、みゆきちゃん。小暮さんが太い首を巡らす。僕もそれに習うが、川原みゆきの姿はない。あかん、死ぬ気や。警部の言葉を聞いた瞬間、心臓が大きく鼓動した。殺人鬼の正体に気づき絶望してしまった彼女が選ぶ道、それは一つしか考えられない。彼女を止めないと。アコツン、いらっしゃい。4枠目です。まだね、チュートリアル。廃墟ビルの屋上にたどり着いた僕たちは川原美雪の姿を捉えた。すでに日は完全に落ち、あたりは闇に包まれていた。美雪ちゃん、やめるんだ。謝るんやない。僕たちは思いつく限りの静止の言葉を叫んだ。ごめんなさい、もうこれしかないの。あの絵を見た時、全部思い出しちゃったの。私が殺してしまった人たちのことを。ごめんなさい。最後のごめんなさいは僕たちではなく被害者たちに向けられたものだったのかもしれない。みゆきちゃん。小暮さんの叫びも届かず、彼女は自らの身を裁きにかけた。2週間後。あら、死ねなかったのか。川原美雪は依然として意識不明のままだ。なんとか一命は取り留めたものの、未だ彼女は眠り続けている。医師の話によると、一生昏睡状態が続く可能性が高いという。テレビや雑誌は彼女を悲劇のヒロインとして連日取り沙汰している。警察上層部は無用な混乱を避けるため、川原美雪が意識を取り戻すまで公式発表を控える方針だ。それは事件の真相を闇に葬ることを意味していた。警部、なんやども。警部は今回の事件のことどう思っていらっしゃるんですか。どうって、なんか知ってるんじゃないですか。だからあの現場に。聞きたいんか。そりゃもちろん。どうも、生まれ変わりって信じるか。いきなりの飛躍した質問に僕は戸惑った。生まれ変わりですか。そうや、仏教の輪廻転生をはじめ多くの宗教には生まれ変わりの死生観がある。人間誰でも死ぬのは怖い。せやから死んだ後もまだ魂は生きてるっちゅう考えが自然に芽生えたわけや。ほとんどの場合、前世の記憶はなくなっとるんやが、稀に覚えとるやつもおるらしい。それが川原美雪だと警部はおっしゃるんですか。この亡霊に取り憑かれた悲劇の歌手、単なる妄想や。気にせんとき。警部。僕ははぐらかそうとする警部に追いすがった。どうしても真相が知りたい。その衝動が僕を動かした。なあ、どうも、世の中知らん方が幸せっちゅうこともあるんやで。それよりもほれ、あそこでへこんどるやつを慰めたったらどうや。ほな、うちはこれから読んどころない事情で出かけにゃならん。あとは頼んだで。そう言いながら警部はそそくさと部屋を出ていく。その手にはしっかりと競馬新聞が握られていた。
やれやれ、警部には困ったものだ。はあ、やれやれ。そしてこの小暮さんも。小暮さんは川原美雪が飛び降り自殺を図って以来ずっとこんな調子だ。勢力にあふれ返っていた小暮さんは今や見る影もない。このままでは彼にとっても良くないので、僕は警部に仰せつかった任務を果たすことにした。小暮さん、そんなに落ち込んでばかりいたら体に毒ですよ。先輩、自分はもう何を信じていいのかわからなくなってしまいました。川原美雪を信じればいいじゃないですか。え？意外な言葉だったらしい。小暮さんが驚いて僕を見る。小暮さんを励ますため僕は続けた。彼女がなぜ殺人を起こしたのか動機はわかりません。けど殺人は彼女の意思ではなかったと思うんです。だから彼女はチェーンメールを使って助けを求めたんです。彼女は不安や恐怖に苛まれながらも殺人鬼もう一人の自分と必死に戦っていたんじゃないでしょうか。彼女は自分の意思で自分の中に潜んでいた殺人鬼と戦い、そして打ち勝ったんです。悲しいですけど、これが彼女にとって一番いい結果だったのかもしれません。先輩。小暮さんの顔は涙でくしゃくしゃだった。小暮ルート、変貌した川原美雪から僕らを救ってくれたあの着信メロディー。着信履歴を見て救いの主を確認したところ、川原美雪の携帯からかかってきたものと判明した。あの状況で彼女が電話をしたとは思えない。これも彼女の抵抗の結果なのだろうか。小暮さんの話では、あの曲は彼女の最新曲で、タイトルをファントムというらしい。ファントムの意味は幽霊。川原美雪は自分の中にいる亡霊に気づきつつ歌っていたのかもしれない。それはとても悲しいエンディングテーマに見えた。真実を知らずに済んだらどれほど幸せだろう。僕はどうしようもなくそう思う時がある。あ、 A クラスだ。 B と C がどっか行った。ブワ。さて、君はこの事件をどう受け止める。一体どれほどの時間が経過しただろう。正体不明の男は延々とドモンとやらが体験した事件について語った。その内容はとても信じがたいものだった。じゃあこの辺りで成功して終わろうかな今日は。そうだね。これって S ランクあるんですかね。どうなんだろう。ああ、もうちょっと進むと選択画面があるんだって。ああ、暑かった。ありがとう。明日はね、ちょっと配信できるかわからないんですけど、できたら雑談をちょっと、そうですね、5周年なんで撮りたいと思います。最高でしけどね。じゃあまあ、こんな感じで、やっていきましょうかね。流行り髪、ちょっと想像してたのと違うやつだったかも。おつでした。はい、お疲れ様でした。また来週できたらこれやりましょう。じゃあちょっとドラクエをやりたいので、ドラクエをやりたいと思います。はい、お疲れ様でした。